なんだろう、若干元気ない感じしますね、これね。で、しかもなんかこれ成長点折れてねえか、これ。成長点折れてないこれ。そうするともう脇芽で育てるしかないんやけど。皆様こんにちは、岩本ファーム TV です。北海道北斗市よりお送りいたします。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日は5月の29日土曜日でございます。こちらね、今日までトマトの方のハウスに来ておるんですけれども、今ねだいぶねポツラポツラと花が咲いてきて、もう定食ですよっていうねトマトがねサイン出してきてます。今日はそれについてね今一度お伝えしていきます。動画の内容としましては、このですね、前回のね、前の動画でもお伝えしたんですけども、トマトの、まあ、鉢ですよね、鉢。苗の鉢の大きさによる、定食をずらすテクニックってことでね、お伝えしてきたんですけども、まあ、どういった風な、大きさで、どういった時期がね、まあ、よくね、トマトは花が咲いた頃っていう風にね、言われてるんですけども、またそれもね、ちょっとずつね、鉢の大きさでね、ずらしていきながらやるっていったテクニックがあります。まあ、それについて、まあ、今一度ね、おさらいしながら、やっとね、ものができましたんで、まあ今のね、ほとんど皆様方も植えてしまったんでね、用ない動画かなと思うんですけども、まあ私これからでございますんでね、まあ私の知識の整理もそうなんですけども、まあ未来に向かって、まあ来年ですよね、何かの参考になれば、幸いかなと思っております。なんかね、私の動画ね、去年の動画がね、今頃になって見られてきておるので、そういったことに関しまして言えばね、無駄じゃないのかなとも思いますんで、こちらの方をね、お伝えしていこうかなと思います。定食時ですね、適期のタイミングいつなんだいと、鉢の大きさで、タイミングを取るにはどういう風にやってったらいいんだいってことでね、お伝えしていきます。それからですね、以前ね、私、皆様方、1月か、そんくらいですね、ちょっと前になるんですけども、お伝えしてきた、動画で、まあ、シシリアンルージュっていうね、トマトですね、あるんですけども、それでね、ハイギャバトマトっていうのをお伝えしてきました。それについてね、今日はね、早速ね、苗が今日届きました。それについてね、一緒にね、皆様方と一緒に見ていきながら、どういった風にね、届いたのかってことをね、お伝えしていこうかなと思いますんで、一つお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。やってってみましょう。はい、それではね、やってってみましょう。こちらね、トマトの苗なんですけどね、ポツラポツラとできてきましたね。で、今ね、私の母親、それから妻とですね、こちらですね、こういったね、トレイにね、もう間もなく花咲いてるようだとか、花咲くようだとか、そういったものをね、分けながらね、今ね、こうやってね、やってってる最中でございます。はい。こんな形でね、黄色いのがね、ポツポツ見えてきましたね。で、ですね、まあ私の都合上なんですけども、まあ大根割るまで、まあ植えれないっていうのもありますし、それからハウス一棟ですね、まあ長いハウスとか短いハウス、中くらいのハウスとかいろいろあるんですけれども、やっぱりね、ある程度数が揃わないと、ハウスの中にもね、入れてね、やれないってことになるんで、ちょっとやっぱりね、時間差っていうか、そういうのがずれてくるんで、やっぱりね、遅い苗、早い苗とあるんですけども、やっぱり若干ね、最初にできてきたこういった苗っていうのはね、若干やっぱ老化苗気味にはなってくるんですよね。まあ、ちょっとそこがね、残念なところなんですが、まあ、しょうがないんですよね、作業の都合上ね。はい、こんな形で、咲いてきましたね、トマトの花がね。はい、一番花咲いてきました。で、冒頭でもね、今日の内容としてお伝えしてきたんですけれども、鉢の大きさで定食時期はちょっとずつ変わってきますということになります。要は、まあ、お店で売ってる鉢、だいたい9センチ角っていうか9センチ丸ポットとかなのかな、そういうのであったりだとか、まあ、私これ使ってるのが、見てわかるかな、こんな形で四角いポットでございます。こんな形で、土が入る量が違ってきますので、要は土が入ってる量が違うということは、肥料が同じように施しているんであればね、この大きいポットの方が土が多く入って、
粘りもしますし、いい生育環境になるわけですね。逆にちっちゃいポットでやるとなると、同じ、土を入れた時に、やっぱ肥料がね、一つあたりがね、濃くなってきがちなんですよ。なので若干ね、栄養成長が強くなってくるような形でもありますし、粘りがね、やっぱりね、若干ね、大きさに比べればね、若干ね、やっぱりね、ちょっと弱い感じはします。ってことになる、んですよね。なので、大きい鉢、それから小さい鉢で、若干ね、ちょっとずつ、ですけども定食時期っていうのはね変えていかなきゃならないです。で今一度ですね復習しますと、そうですね、こういった大きい鉢ですね、私これね、13センチ角の鉢になるんですよ。こういった鉢になりますと、だいたいこの一番か花が咲くか咲かないかくらいなので、まあ適期といえばこれくらいですね、やっぱりね、うん、これくらいがやっぱ一番植えたいくらいです。もう花咲くよっていうね、あと 2,3 日すればもうこんな形ですね。あ、これももうちょっと花咲くよっていう、こういう時期に植えるのが一番いいです。本当は今植えたいくらいですね。でここまで咲いてしまうと、まあちょっともうちょっとね大きい鉢ですね、例えば15センチ角鉢とか、あ、そういった鉢の方が適期になってきます。なのでこれくらいになってしまいますと、若干ですけども、まあ老化ない気味って言ったらあれですけどね、まあそこまで気にする必要もないかなと思うんですけども、例えばこれが9センチ角ポットとか9センチ丸ポットになってきますと、これはね老化ないなんですよ。ちょっとやっぱりね、粘りとかそれから栄養成長のバランスによってちょっと変わってくるので、若干ねこれが小さい鉢ですとちょっと心もとないなっていう形ですね。ちょっと見ていきましょうか。これね、うちの母親が買ってきた、ミニトマトのね、鉢なんですけども、これだとね、やっぱりね、ちっちゃいですよね、パッと見た感じね。うん、これ9センチ角鉢かな、これだとね。なんでちっちゃいです。これだとちょっと遅い感じ。もう花咲いちゃってるんですけどね、遅い感じ。で、今これ間もなくもうちょっとで行くよっていう形ですよね。葉っぱが1、2、3、4、5、6、7ついてきてるんで、で、つぼみがやっぱありますもんね。うん。これくらい、か、あと2、3日経ったくらいで植えるのが一番ちょうどいいです。こういう角鉢でちっちゃいやつはね。うん。なので、そういった形で、ね、ちょっとずつずらしていくという形ですね。大きい鉢であれば一番花が咲く頃。で、私のように12センチ中くらいのポットであるんであれば、これですと、間もなく咲くよっていう形。図で、画像で言えばこんくらい。が、適期かなという形ですね。で、先ほど見しました、こういった9センチ角ポットですね。こういうちっちゃいやつに関しましては、まあ、ちょっと物がないんであれなんですけども、間もなく咲くよっていうやつですね。あ、このあたり、うん、このあたりがいいかもしれない。こういったあたりで小さい鉢だったら植えるのがちょうどいいかなという形ですね。で、なるべくやっぱりね、若苗で植えてあげる方がいいです。こういったちっちゃい鉢に関しましては。そうすると、栄養成長が豊富になって、しっかりとした根の形成ができて、しっかりとした木ができてくる形になります。で、老化苗気味になってきますと、やっぱりね、木の成長が遅くなったりだとか、栄養成長がね、ちょっと遅くなってくる形になります。なので、結果的に、果実の成長が遅かったりだとか、そういったことにもつながってきますんで、後の成長に遅れが出ますね。なので、若干ね、やっぱちっちゃい鉢っていうのは、早植えであげてやるくらいの方がいいですね。本当に若苗で植えてあげる方が、力強くね、根っこが伸びてきます。こうなると根っこは完成されてきてる形でございますね。葉っぱが花が咲く頃っていうのはね、そういう形です。まあでもね、だいたいいい感じではありますよね。このあたりもね、しっかりとできてきてるかなというふうには思いますね。まとめますとね、トマトの鉢ですね、定食の時期をずらすタイミングですね、としましては15センチ角ポットですね、大きい鉢、ポットに関しましては、一番花が咲く頃で、それよりも若干小さい12センチ角 13.5 センチ角とかそういったものになってきますと、一番花が、まあ、つぼみがもうちょっとで花開くよっていうくらい、でやってもらうのがちょうどいいかなと思います。で、それよりも小さい9センチポットとかになってきますと、若苗で植えてあげる必要があります。
花が咲く頃だと、もうちょっと老化苗気味で、根の張りが遅くなったりだとか、栄養成長がちょっとね、しづらくなったりとかしますので、そのあたりはですね、考慮していただいて、若苗で植える。そうすると、定植した後の根っこの張りが良くなって、しっかりとした栄養成長になります。そうすると、茎と葉っぱがね、しっかりできてきて、老化苗ではなく、しっかりとな、健全としたトマトができてくるというような形になりますんで、定植時期。そういった形でずらしてあげるといいです。小さい鉢を、花咲いた頃にやると遅いっていうのでね、ちょっと覚えていただければいいかなと思います。なのでね、こういった本当はね、鉢で買ってくるじゃないですか。まあ私これミニトマトなんでそこまでしませんけども、ミニトマトに置いて、でもそうなんですけど、トマトに置いて、このあたりですね、こういった小さいポットで買ってきてるんであればね、大きいポットにね、こういった形、なんでもいいですけどもね、移してあげて、さらにね、成長させてあげればいいかなと思います。まあ、今の時期売ってるやつったらもう花咲くよっていうようなね、ものばっかりかなと思いますんで、植え替える必要もね、ないかなとは思うんですけどもね。で、こうやってやっぱりね、脇芽がね、出てきちゃうんですよ。これは、こうするとちょっとね、やっぱやりすぎなんですよね。脇芽が出てくるような管理だとちょっと、やっぱり遅いかなっていう形になります。なんつったらいいんかな。栄養成長が早い、形になってるんで、で、若干徒長気味かなっていう形でもあるんですよね。で、対するね、私のトマト見ると、やっぱりね、脇芽っていうのはね、できてないんですよ。これはやっぱり温度管理と水の管理がしっかりできているからなんですよね。ちょっと見づらいかな。こういった形で、脇芽ないのがわかるかなとは思うんですけども。ちょっと望遠があれかな。こんな感じで脇芽ないですよね。こういう形で、ね、見るとね、しっかりとちゃんとね育てているんであれば脇芽っていうのはできないんですよ。これは定植した後にできてくるもんなんで、この時点でちょっと脇芽が出ているっていうのはね、あんまり成長としては良くない形ですね。まあ取りませんけどね。本当は取れた方がいいかなとは思います。ちょっと取ってみましょうかね。あんま触るのも嫌なんだけどな、素手でな。こんな形です。ポイッと。こんな形。ね、脇芽ができてるような管理だと、ちょっとね、苗を作る段階としては、ちょっと甘いかなっていう形ですね。品種にもよるのかな？これちょっと作ったことない品種かな？これなんだろう？ミニトマト、オレンジパルチェってやつ？で、こっちがミニトマトの甘っこってやつ。で、これが、ミニトマト、イエローミニってやつですね。はい。そんな形で買っていきます。まあ、他にもね、いろいろありますね。私は空分、嫁が育ててないってことでね。まあ、ブロッコリーであったりとか、これナスビかな、なってきてますね。はい。そんな形でございます。はい。そして、こちらが、これですね。美味しいトマトの育てからってことで、この、サーテックシードっていうところからね、来たやつですね。マウルの地中海トマトってやつですね。で、なんだろう、若干元気ない感じしますね、これね。で、しかもなんかこれ成長点折れてねえか、これ。成長点折れてないこれ。そうするともう脇芽で育てるしかないんやけど。ちょっと折れてるっぽいね、これね。様子見ないと。これもなんかおかしいな。これもなんかちょっとあれだね、おかしいね。こういうもんなんか、あ、こっから育てなきゃいけないからあれか。わからんな。なんかちょっとおかしいね。これでももうつぼみできてるもんね、これね。ちょっとなんか変な感じ。なんだろう。まあ、ただなんでね、なんとも言えないですけどね。これいいのかな、これ。わかんねえけど、まあいいや。で、この中になんかいろいろあります。これもやっぱ9センチ角で、これももう多分植えたいくらいだね。あとなんだろう、肥料みたいなのも入ってるね。ちょっとね、カメラ一回置きます。はい、それじゃあ一緒にちょっとね、説明書読んでてみましょうか。こちらね、はい、ゲノム編集技術とかね、シシリアンリュージュハイヤバとかね、これでいろいろ書いてますね。で、このあたり Q&A でしょう。で、トマト栽培マニュアルとかいろいろ書いてますけども、このあたりは本当にあれでしょうね、プランターとかでやられる方とか向けなんで、私、まあ、ちょっと、あれかなと思うんで、飛ばしていきます。普通に育てます、私は。私は普通に大玉トマトと一緒に、この中で育てようと思っております。定食後に追肥について収穫とかね、いろいろ書いてますね。で、この資材、ついてきてる資材あるんですけども、なんか、PS-NEO つってね、私使ってるアリンさんの肥料だね、これね。
はい、この定食のところにね書いてるんですけども、付属の PS-NEO ですね、それからプロモート R ってやつを入れるという形ですね、それから水をやってください、ねじめで完水しますよとか、ドブ漬けしますよとか、苗を液肥につけてドブ漬けしますよとか、いろいろ書いてます。まあ私やってることとほとんど変わんないんで、まあ今回これの資材使ってみようかなとは思いますけどね。で、ついてきてるこのやつが PS-NEO、 これアリンさんですね。で、微量要素を行う宝船っていうやつがついてて、それからプロモート R ってやつですね。これはアミノ酸だね、プロモート R ってやつね。それから微生物とその住みか、有機微生物、活着と発根促進とか定食資材ということで、上穴に 15g ほど入れると。定食時に1回使用ですもんね。はい、こんな形でついてます。まあ別に特に難しいことは書いてないですね。はい、なので、これですね、育てていこうかなと思うんですけども、いやーちょっともう植えたいくらいだけど、ちょっと植える場所がないからね、このままにしておきますうん、あんまりちょっと良くないんじゃないか。成長点折れてるなこれ多分ね。うん、成長点折れてますね多分これ。なので脇芽だな、これ定植した後脇芽をこれやります。でちょっとね元気ない感じするんで、とりあえず水は一回やろうかな。乾燥してんなこれまあまあしょうがないですよね、すぐやってくれってことだったんであれだったんですけども、まあ水ちょっとやりますし、成長点付近がこれ多分止まってるな、うん、何回も言うであれなんですけどもね。もう一つ見てみましょうね。はい、もう一つ、これ完全に水足りないね。うん、これ完全に水足りないです。こういうダナンってなってるのは水が切れてる証拠でございますね。これは水やんなきゃいけないな。まあ土もそんな感じだよね。うん、でこれつぼみあるんです。これつぼみ折れてねえかこれ。これもなんか変だな。ちょっと怪しいね。っていうか成長点付近がこれおかしいな。私の作ってる苗と様子が違うっていうかね。うん、私が作ってる苗とちょっと若干様子が違いますねこれね。こういうトマトじゃないでしょ、トマトはトマトだから。うん、ちょっとおかしい気はしますね。まあこれも作っていきましょう。はい、でこちらのやつもまあこれも水切れてるね、なおあれだから、うん、これはまあ多分良さそうな感じですね。成長点これは問題なさそうです。うん、でこっちこれもなんか変なんだよな、成長点がね、なんか変だよねこれ。成長点かこれ、わからん。これちょっとまあ定食してみてないとわかんないですけど、なんか変なもん植えてもな、ちょっとな。はい、ということで、まあ、苗の方には今水やってなんとかしようかと思います。でついてきた液肥ちょっと言いましょう。これ PS-NEO、これはアリン酸ですね。アリン酸、これは私普通に去年使ってました。アリン酸で微量要素の宝船ですね。これは週に1回から2回あげてねって書いてますね、微量要素ね。微生物、有機微生物ですね。これは一株あたりに最初にやれというふうに書いてますね、これね。うん、はい。で、それからこれ、プロモート R。不眠酸、腐食酸。あ、そんな形のやつですね、これね。これも土壌散布か、週に1回から2回程度やってくれと。今私が使っているアズリキッドってやつとね似てるような形のものですね。はい、この4つがねついてきてました。これはね説明書通りにね使っていこうかなと思っております。また使う時になったらねこれはねお見せしていこうかなと思います。はい、ということで、はい、ということでお伝えしてきましたけれども、まあ、こっちの苗はあんまり良くない。うん、正直言ってあんまり良くない状態、まあ、こうやって運ばれてくるからなのかな。俺もこういう事態というか、こういう経験が初めてなもんで、こういうもんだって言われたらちょっとそこまでなんだけども、うん、あんまり良くないね苗としては。ちょっとまあ育ててみます。どういう風になるのかね、皆様方にも経過はお伝えしていこうかなと思います。とりあえず今の段階だとこれ水やんなきゃならないかなという状況ではありますんで、まあ、私の使ってるね腐食酸の液肥、このあたりをね与えて一回様子を見てみようかなと思います。あとペンタキープのやつかな、まあ、腐食酸だけで大丈夫かな。
そちらの方はちょっと水与えていこうかなと思います。で、まあ、この状態になったらもうさっさと植えてしまった方がいいかなと思いますんで、皆さん方も届いてるかなと思いますね。であればもうすぐね、あの補助を作っていただいてやっていただく。私の場合ちょっと大根終わってからじゃないと補助を作れないので、そんなことになるんで、あと1週間ぐらい先かな。まあ、ちょっと頑張ってもらいましょう。はい、ということです。はい、それではね、今日やってきましたこちら、まあ、あの苗のね方を見せていきながら、これもね、あの皆様方に見ていただいたんですけれども、あんまりちょっと良くないかなっていう形はありますね。私の中では成長点の付近がやっぱり良くないっていうことは、なんとか輸送でこうなるんですかねっていう感じなんですけども、まあいいや、あのとりあえずね、脇芽があれば作れますんで、それでやっていこうかなと思っております。それではね、今回の動画は以上になります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。またね、ご視聴ありがとうございました。